はい、日本酒初心者が飲んでみたシリーズです。今回飲んでくるのはこちら、はい、浅妻酒造さんでいいのかな、から発売されている大吟醸雪の幻という日本酒でございます。はい、なんか飲み比べセットで買ったんですけど、今ちょっとそのセットが売り切れてるみたいで、普通は720ml でなんかいろんな種類があるみたいで、ちょっと私本当初心者なんで分かんないんですけど、だいたい2000円台前半から後半で買えるっぽいですね、この大吟醸の方は。あと参拝山にこう廃れる参拝純米って書いた雪の幻もあって、こっちはなんかかなり1000円台と 720ml 換算でお安いですね。なので私多分デザインからするとこのデザインは参拝純米みたいな感じなんですけど、これは大吟醸なので多分違うと思います。はい、一応あの概要欄の方にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ見てください。では早速飲んでいきましょう。日本酒って難しいですよ、なんかね。あー、すごくライトな感じですね。はい、わー、もうお水みたいですね、本当に綺麗。よいしょ。アルコールは15度、まあ大体精米部は 50%、 大体一緒ですねこれね、日本酒ってのはね。なんかオートフォーカス最初にすいません。よいしょ。じゃあちょっとまずちゃんと香りからね。ああ、めちゃめちゃフルーティーで、あんまり香りはしないですね。こう獺祭みたいな、こうフルーティーなバーっていう香りは全くないですね。ほのかに香るって感じですね。じゃあいただきます。乾杯。ああ、すごくフルーティーですけど、うん、こう喉越しがやっぱりピリピリって日本酒っぽいですね。風味はものすごい美味しいです。あ、帰りの後味がすごいフルーティーですね。うん、飲み込むまではライトですごくアルコールっぽさはないんですけど、飲み込んだ時にちょっとピリピリってくる日本酒っぽい感じがしますね。ただすごくライトでフルーティーですね、飲み口と口当たりとか。なんか書いてあるかな。うん、なるほど。ちょっと見てるんですけど、うん、飲み方としては冷やした方がいいみたいですね、一番ね。はい、で次常温と。あ、でもこれ私好きかもしんないな。なんか風味がすごくいい、こう口の当たりの、こう口当たりというか、この飲み込んだ後の余韻って風味が、うん、これはでもクックいっちゃうかもしれないですね。ちょっとこっちはどうなんだろうな。あ、淡麗辛口バージョンとかもあるんですね、これのね。これ多分普通のやつですね。いやー、めちゃくちゃ美味しいですね。うん、飲んじゃいましたほぼ。一応ね、最初も言いましたけど、アイテムリンクがあれば概要欄の方に貼っておきますね。はい、よかったらね、モチベーションアップのためにチャンネル登録とグッドボタンの方何卒よろしくお願いします。はい、あとね、Twitter、Instagram、Facebook 各種 SNS やっております。フォローの方お気軽にお待ちしてます。はい、今回ですね、浅妻酒造さんから発売されている大吟醸雪の幻を飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。